粗品です。せいやです。もも53回。ブー、もも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 、今53回。今回挑戦するのですね、お久しぶりです、アキネータークイズでーす。ということで、あるお題の人物を僕らが質問していって、はいか家で答えれる。あー、なるほど。で、一人を絞り出す。で、3回まで回答権あるというクイズでございます。これ好きやわ。これおもろいよな。攻めすぎても危ないというね。先になってた僕たち、じゃあ行きましょう。僕が質問しましょう。そうそう、もう外堀からね。男性ですか、その方は。お、男性。だいぶ狭まったよ、今ので。まず、人間ってことが分かってるから。あ、まあね。本当に男性ですか。自分の場合は。あ、そういうことね。その一部の層をこうピンポイントに。やっぱりそのね、いや、ほんまのこと言ってるかなって。まずアキネーターをクリーンにする作業。いや、いらないです。はい、お前は自分の質問してくれよ。20代ですか、その方は。攻めるね、あなたは今日。ええ。テレビに出ている人ですか。ということは、バンバン出てないってこと。その人は実在する人物ですか。実在や、アニメとかじゃない。その人は子役からテレビに出てますか。ああ、えなりさんちゃう。えなりさん。その方は今も生きてますか。その方は俳優さんですか。その方は素人さんですか。言い方変えましょう。その方は芸能関係、いや、タレントメーカーに乗ってますか。すごいよこれ。タレントメーカーに乗ってない。でもテレビ出てる。はぁ、そんな人おる。何その問題。実在する、生きてる。林先生。まあ、攻めまくりました、正直。そういうことでしょ。いつやるのの人ね。いや、今でしょやろ。いつやるのいつやるのの人。今でしょやろ、みんな言って。いやー、攻めたな。その人は音楽関係の人ですか。ジャンルなんや。今、収録日10月9日ですか。1ヶ月以内にテレビに出てましたか。誰やったの。いや、なんかラグビー選手。あ、ズバリスポーツ関係ですか。ジャンルが分からん。ジャンルが分からん。ジャンルは絞らない。ジャンル絞れてさっき。ジャンル絞れて。まずその方と僕、会ったことありますか。いや、ジャンル絞るってさ、早いって。一人で行くなって。あ、違うか。誰をお題にしてんねん。タレントメーカー乗ってない。乗ってないんでしょ。乗ってる。あ、違う。スポーツでもない、音楽でもない。は？芸人ですか。その人はツイッターやってますか。その人は政治関係ですか。その人は日本人ですか。あお、うわー、狭まった。あ、外国人かどうか聞いてなかったな。それまず聞かなかったな。で、音楽でもない、スポーツでもない。そうやな。外国人、俳優でもない。はぁ、そんな外国人おるんか。
アメリカンドリームでスポーツ音楽やってない役者じゃない、残り政治でもないねんで、残り何をおんねん、はぁ、皆さんも考えてください。なんやろこれ、大問題やこれ。え、その人は日本に来日したことありますか？狭まったよ。その方はアメリカ人ですか？はあ、テレビ出たことあんねやろ、最近の人やろ、はあ、めっちゃおもろいやんこの問題。音楽、俳優、スポーツ、政治、向いて何が人間のジャンルで超いい問題だし、はあ、その人メガネかけてますか？いた、ケントデリカット。あかん、攻めすぎた。その人は大金持ちですか？ビル・ゲイツ。その人は僕らの生活に大きく関わってますか？変わってる？ラストよ。反応がおかしいな、でも。もっとピンポンって来るはずねんな、俺が思ってる人だったら。じゃあちゃうわ。あれ、生きてるって言ってましたっけ？スティーブ・ジョブズ。死んでるわ。うわうわ。俺もうこんぐらいだった。生きてないで、もう1個目に外したのにスティーブ・ジョブズの外人から。あー、びっくりした。まだこいつの中でってことなんですよ、皆さん聞かないであげてください。あー、びっくりした。あと1回ですよ。生きてるアメリカ人のビル・ゲイツでもない金持ち男でしょ、音楽でもない、何で富得たんやそいつ。わけわからんぞ。映画関係ですか？お、もう行くで。スティーブン・スピルバーグ。かけた。スモーリーチューブ。いや、問題でも。アキネーター、気持ちええ。いやいや、全然やな。あら、負けたの。しかし、スピルバーグ。もうその、えらいもん、腰が寄ってきてます。小林、気持ちよくないわ。いやいや、スピルバーグにこうやってたんかい。知らんもん、俺、スピルバーグ。スピルバーグ知らんやつが、そんな初めて聞いたスピルバーグそんな言われへん。スピルバーグ知らんわ。そんなすぐ言われる、スピルバーグって知らんやつ。いやいや、疑うなよお前。ほんまに友達？おい、知ってるやん、いいって言ってた。そういう漫才みたいな、そうありそうな漫才。いやスティーブ・ジョブズでもう間違えてヒントを与えてるんですよ、僕にスティーブ・スピルバーグ。やばいこいつ。お前や。いや、いい問題やったな。気持ちいい。またやりましょう。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。